今までのいたクラブと比べてもパートナー企業の方とかサポーターの数も含めて本当に地域にこう支えられてるなっていうのをすごく感じて、で特にそのパートナー企業さんとの距離感とか今日もやっぱ来てみて想像以上に歓迎していただいて皆さん喜んでくれたんで来ただけで本当に良かったなと思ったんですけど、想像以上に歓迎していただいて皆さん喜んでくれたんで来ただけでも本当良かったなと思ったんですけど、なんかそういうところを含めてそのパートナー企業さんと一緒にね、こう地域の子供に向けてできないかなとか、その活動自体がその企業さんの課題解決みたいなことにつながったらよりいいなっていうのを思って、でこれまではそういうのがやっぱりクラブのフロント側の営業の方とかにこう全部こうお願いしてた形だったんですけど、やっぱり選手という立場でも何かできないかなっていうのをちょっと考えたりとか、で僕がいることで何かこうプラスになることが少しでもあればいいなっていうので、今回こういうことをちょっとお願いしてやらせていただければなっていうふうに、はい、思います。前回もね、早川選手と矢野翔選手ね、ちょっと最初こう工場見学みたいな感じで聞いていただいて、それで。ホームページというかね、載せてもらって、皆さんにこう、うちの企業はというふうにできたかなと、なんかね、密着できればなという感じで、嬉
くお願いします。ぜひお願いします。島田さんがイメージするとどんな感じで作品イメージしましたか。まあ、僕は、工場とかを見学して、まあ、どういうところをやってるかっていうところを見てもらうのと、まあ、社員の方なのかちょっとした工具っていうかこういう思いで、鎌ヶ谷工具が、まあ、できてあってとかどういう人に入ってほしくてみたいなところを含めてちょっとこうお話しいただけたら、で僕もそこにかぶせてちょっとこうお話ししてみたいな形で進めていきたいなっていうふうには思ってるんですけど、僕も選手として地味な選手なんで、いやそんなことないですね。ポジションとしてはね、ポジションとしてはね、はい、なんかメントル選手とかを支えたりとか、そういうことを常に意識しているんで、なんかそういうところはリンクするところがあるかなと、なんかその最後のお話子供たちにするところとかも、なんかそういうところで子供たちに伝えやすく、なんかできればいいなと、人を支えていくとか、目立たないけど、めちゃめちゃ、なんかすごく重要な仕事だよっていう、なんかこう、僕のサッカー選手としてのあり方と、うまくこう、混ぜながら話せればなと思います。はい。組み立てまでやるんです、うん、でじゃあ機械ごとにあのこれから説明して回るんで実際見てみましょうって感じで、はい、そうですね、あとやりましょう、はい、ここにも書いたんですけど、企画をこうやっていく中でどん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 こう良くしていきたいっていうか気持ちがあるんで、単純にこのなんか職業イベントを引き続き毎回こうやるのかって言ったらちょっともしかしたら形変わるかもしれないしっていうことを考えたら、まあ、学びは確かにそうですね、学びっていうのは変わらないか、学び力ですね。アルビ・ジョブスくん結構かっこいいですけどね、ちょっと時間がでもあれですね、明日やる、明日出すって考えたらこっちの方がいいかもしれない、確かにそれいいっすね、うん、